はゼッケン10番柳田選手のお父さんのことですね。ロータスケラ、久々の参加、車を痛めないように走ります、高いところに乗るんですから、まあ、少し痛んでもいいんですけど、最後まで車を壊さないで、投稿数は柳田選手のロータスケラ、今日は息子さんとのバズルです。